しかもその美少女は私のたった一人の十枚で、私と許嫁の間柄になっているばかりでなく、1000年前の姉さんのお婿さんであった私というような、機械極まる私と同棲している夢を見ているのみならず、その夢から覚めて私の顔を見るや否や、お兄様と叫んで抱きつこうとした。それを私から払い避けられたために、床の上へ崩れれて腹綿を絞るほど嘆き悲しんでいるというような、世にも不可思議なややこしい事実に対して、若林博士がどんな説明をしてくれるかと胸を躍らして待っていたけれども、この時に若林博士は何と思ったか、急に押しにでもなったかのようにぴったりと口をつぐんでしまった。そうして冷たい青白い目つきでちらりと私を一別しただけで、そのまま静かに目を伏せると、ユンデで直帰のポケットを買い探って、大きな銀色の懐中時計を取り出して手のひらの上に乗せた。